この1年改めて振り返ってもらって、みゆちゃんにとってどんな1年間でしたか？でも全体的には、まあ、人生が結構変わったなって思う1年で、なんか人生の中で一番良かった1年でもあったかなと思うので、17歳は。なのででも良かった頃からこそ大変なこともあるなって思ったし、でも全部を通したら本当に今まで見たことない世界を見れたかなと思いました。卓球やってる中でやはり中国選手に勝って優勝することは一番の目標でもあると思うので、それを達成できたことはすごくなんか今までやってきて本当に一番嬉しかったです。逆に大変だなって思ったことっていうのはどんなことですか？大変だったことは最近とかその1年間はその自分っていうのもあるんですけど、自分以外にもやっぱりこう一気にこう結果を出したことによって、なんだろう、まあ、海外の選手とか世界の選手に今まではこうあんまり中国選手のこの目の範囲に自分の名前はいなかったと思うんですけど、一気にこうライバルの一人として見てもらえるようになったというか、見るようになられたので、そういうのは本当に今までないようなこうなんて言うんだろう、大変なこともあったので、そこは本当に大変だったんですけど、でもそこまで来れないと味わえないので、まあ、全体的に違う世界を見てたかなと思いました。今回団体戦なんでちょっとチームのことを聞きたいんですけど、改めてみーちゃんから見て今回の5人、今回のチームってどんなチームだと思いますか？若いなって思いました。みーちゃんから見ても若いなっていう感じ。はい、なんか他のチームの年齢とかもすごい出てる、全員のパンフレットとかもらったんですけど、日本のチームだけすごい若いなって思いました自分のチームの中で そのポジションというか役割みたいなのって今なんとなくどんな風に考えてますか？中間一番年上でもないし、一番年下でもなくなったので、本当に中間が3人もいるので、本当に中間だなって思いました今度の大会の目標、日本チームとしてどこに目標を定めてるかって、みーちゃんの中でどう思ってるかって聞いたんですか？いやでも優勝したいなって思います。まだよくわからないんですけど、みんなの目標は。でもみんながやっぱり金メダル目指してるんじゃないかなって思いますし、なんかやっぱどんどん日本も強くなってきてるし、まあ、初めてなんですけど、まあ、今まで結構なんか最低でも銀メダルみたいな感じのことをよく聞くんですけど、でもなんか最低だったら良くないんじゃないかなって思うし、まあ、確かに銀メダルというか決勝まで行くことは大事だなって思うんですけど、目標だったらやっぱり金メダル目指した方がいいんじゃないかなって思いました。団体戦初なので、なんか本当にやっぱり決勝まで行くのも大変だなって絶対思うんですけど、でもいつかはこう優勝しないとずっとなんかまた今度また今度ってなっちゃうとなかなか勝てないと思うので、そろそろ勝ちたいなと思います。中国をチームとして倒す上で大事なことって今考えたら何だと思います？大事なことですか？必要なもの、大事なこと、何でもいいです。気持ちかな、気持ちってどんな気持ちですか？やっぱり中国はやっぱり強いなって思うんじゃなくて、死ぬ気で本当に勝ちに行かないと勝てないなって思います。
でもまだ誰が出るかとかも全然わからないし、そうですね、まあ、自分もどういう風に活躍できるかわからないんですけど、初出場なのでまずは少しでも日本の力になれるように、何でも試合でも行動でも頑張りたいです。絶対これツイッター行きだっけ。バレてる。書いて、あのハッシュタグ休憩中。違う。何か食べてる。え、違う、ご飯。もぐもぐタイム。そうだ。そうだった。そうだねって言わないと。言ってみて、みえちゃん。そうだね。めっちゃダメ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 。そうじゃない。そうだねで。そうだね。わかった。はい、もう一回。え、もぐもぐタイム？そうだね。似てない。似てない。今やってるじゃん。今。え、なんてもぐもぐタイムから？もぐもぐタイム。そうだねほら、似てない？これは本間だ。似てない？どう？そうだねって感じ。そうだねみーみー、可愛くないです。厳しい。まず、団体戦は好きですか？大好きです。はい、その理由は？私結構応援されるのがすごい好きで、チームのみんなで一緒にこう盛り上がることができて、あの団体戦になると結構私声が出て、普段声出さないのに団体戦だけは声出して、あのやる気マックスです。今のチームはこの間のチームワールドカップの4人プラス長崎みえちゃん入って、どうですか、どんなチームですか？あの私たち同級生3人が今回一緒に出場することはすごくなんかびっくりというか、なんか幸せ、なんて言うんだろう、小さい頃から夢見てたことが今そう実現してすごい幸せでもありますし、そして年下が増えたっていうのが、なんだろう、もう自分の中でありえないというか、わあ一番人じゃなくなったっていうのが嬉しいことでもありますし、ちょっとこうちゃんとした先輩にならないとなっていう部分もあるので、やっぱりそこは同学年3人いるので、ちゃんと3人で相談し合って、あの話し合っていけたらいいなっていうふうに思ってますし、別にでもあの今合宿を一緒に、まあ、5人でやっているんですけど、全然あのなんだろう、すごく楽しいですし、なんだろう、盛り上がってる感じはあります。苦しかった2017年前半のことを改めてちょっとお伺いしたいんですけども、本当に、まあ、2017年の前半は、まあ、もちろんこう同級生の、まあ、もちろん美羽ちゃん、平野美羽ちゃんのこう活躍があって、私も変わらないといけないっていうふうに思っても、なかなかこう変えても変えてもなかなか成績出なかったりとか、こう勝てない時期がすごい続いて、すごい苦しいっていうのはあったんですけど、でもその苦しい部分があったからこそ今につながってくると思ってますし、やっぱりこう同級生の活躍のおかげで私自身も変わらないといけない、そしてもう変わるって言ってもちょっとじゃなくて、もうガラッと変えないといけないっていうふうに思えた年だったので、やっぱりみゆちゃんにも感謝してますし、こう変わらないといけない一年を作ってくれた自分へのプレッシャーというかにも感謝してますね。はい、具体的にどこら辺を一番ガラッと変えたというか、練習内容ですね。本当に私は基礎練習が好きじゃなくて、あの基礎って言っても本当に基本のことなんですけど、まあ、普通だったらもうみんながやってる、もう中高生でもあの誰でもやってる練習が本当に好きじゃなくて、ただこうそれがまあ我慢強さが足りなかったっていう、こうやっぱ練習をすぐ変えようとしちゃうっていうところが、あダメだなと思って、こう本当に基礎練習をやって、フットワーク練習、足を動かす練習をたくさんたくさんやって、やっぱり
そこですごいガラッと変わりましたし、動ける卓球にもなって、そして本当に我慢強さっていうのも、結構ここ最近我慢で勝つ試合っていうのがすごい多くなって、でもそれは本当にあの卓球っていうかな、練習内容を変えて、ガラッと変えて得たものだったので、本当に変えてよかったなと思いました。ミマパンチって分かりやすく言うとどういうものなのかっていうのは、ちょっと説明の仕方が難しいと思うんだけど普通の選手はこう絶対こうラケットを引いて打つんですけど、私はここの場所に置いて押す感じですね。なのでどちらかといったら前にラケットを動かす、後ろじゃなくてここから前にやる感じで、そしてもう体もあの回さないで、ほぼもう体幹もずっしりした感じで、体を使うというか、もう体幹だけで押し込む感じなので、まあ、あの試合見たら分かりましたけど、はい、今まで世界にいない感じなのかな、まあ、私の知ってる限りではいないんじゃないかなっていうのは思いますね。でもここ最近海外の選手でも結構、あ、これあれちょっと真似されてるかなとか、もしかしたらミオパンチなのかなとかって思う、あのやってくれる選手いるので、すごいそこはなんて言うんだろう、嬉しい気持ちにもなりますし、あ、ミオパンチ対策しとかないとっていうふうに思いました。逆に、はい、でも本当に日本選手として本当に中国を倒したいって今思ってると思うんですけども、そこら辺の思いと、どうやったらその中国に勝つことができるのか、世界卓球というみたいで、そこら辺はどう。そうですね、本当に今はもう中国人選手に、まあ、団体戦でもそうですし、まあ、日本、まあ、個人戦でもやっぱり中国人選手に負けることが今すごい多くなってきて、決勝で、まあ、団体戦でもそうですし、中国人選手に、まあ、前よりは本当に少しずつだんだんと競ってきている部分っていうのは自分たちでも分かってきてますし、あ、勝てそうっていうところまで行く時もあるので、勝てるチャンスはやっぱりあるかなっていうふうには思ってるので、前までは中国人選手に、中国人以外には絶対に負けない、そして中国人選手とこまで行くっていうふうに決めて、なんか中国人選手だったらしょうがないっていうふうに思うことは結構あったんですけど、でももうなんていうの、日本人選手はそういう選手じゃないっていうふうにはもう示したいですね。最後にあの個人としてとあのチームとしての目標みたいなのを最後に聞いてもいいですか。はい、やっぱり、まあ、今回は団体戦なんですけど、あの団体戦だけど試合するのは個人なので、やっぱり個人の強さっていうのは、実力っていうのはすごい必要になっていくんですけど、やっぱりそこはでも監督だったり、こう応援してくださってる、まあ、あのスタッフさんだったりとか、あとは試合に出場していない選手でも、それでも一緒に5人で、そして監督合わせて6人で戦っているので、試合をしているのは1人かもしれないけど、みんなで戦っていることを忘れず、やっぱり頑張っていきたいなっていうふうには思ってますし、やっぱりこうすごい応援の力っていうのはもう本当に私たちには必要だっていうのは分かっているので、やっぱり出てない時でも出てる時でもみんなチーム一丸となって同じ気持ちで戦って、そして優勝を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思っています。